奪えるぞ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ずーつえも消し済みにしてやろう。僕の番だね。行くぞ。オメガも終止符を打とう。はい、僕の出番だ。それじゃ、行くよ。ゼルディモン。うむ。私の番ね。もっと守れる力を。台風も朽ち果てるがいい。やらせはせんぬ。次はない年で。面白い。オーエム。私を信じて任せてくれ。蹴散らしてくれよ。やらせはせぬ。私を信じて任せてくれ。ヌキャノン。次はないと知れ。蹴散らしてくれよ。突き進め。やらせはせぬ。私を信じて任せてくれ。ヌキャノン。次はないと知れ。このままじゃ持たない。みゆきくん、せめて扉を閉じてくれないか。いいえ、もう少し、もう少しだけこらえて。そんなこと言ったって、このまま扉が開き続けたら。扉の向こうから光が。なあ、この動画知ってる？知ってる知ってる。めっちゃリアルだよな。これってさ、もしかして本物だったりして。まさか。でも
本物だったらすごいよね。なんだこの声は、この音は一体何なのだ。すごいすごい、頑張れ。いや絶対作り物でしょう。でも本物にしか見えないよな。なんだ、なんだというのだ。一体どうなってるんだ。あ、え、あ、学校の友達から。あ、これは。これお前じゃね。たくま、なんかお前の動画がすげえバズってんだけど。はあ、嘘、これやば、めっちゃ再生数伸びてる。世界中の人がアグモンやピエモンの姿を見たってことよね。そうか、認知の力。認知の力？この世界は現実世界の人々の思い、認知によって形作られている。多くの人々がアグモンが存在することを知ったならばどうなるか。どたくま、僕なんだか力がムクムク湧いてくるよ。私も今なら何でもできちゃいそう。これそして人々が私たちを応援する気持ち、温かく清らかな気持ちがハルチカの猛獣を晴らす。タクマさん、敵は弱ってるわ。畳みかけるなら今よ。あ、わかった、行くぞみんな。この時を待っていた。無理はするなよ。蹴散らしてくれよ。私が支えた。やらせはせぬ。次はないと知れ。さっきより弱ってるって言ってもまだまだ強い。あの日ようやく見つけられました。光がみゆきに吸い込まれていく。あ、あ、ああ、
みゆき、一体何が。みゆきの姿が変わった。ハルチカ、ようやく会えました。ああ、愛しき弟よ。まさか、ハルチカの姉、ユキハ。その意識が姉さんに憑依したのか。今さら、今さら。ファンロンモンから黒い正気のようなものが吹き上がっていく。ああ、なんということ。これなる正気こそハルチカを高ぶらせる災い。戦乱の世に散り、憤怒と怨嗟を抱えた数多の魂、その黒き怨念、我がすべて引き受けましょう。タクマ、ファンロンモンが、ファンロンモンの力が抑えられていく。どうかハルチカを、弟をお願い申し上げます。皆様、助けてください。私を信じて任せてくれ。蹴散らしてくれよ。次はないと知れ。勝利、仲間に捧げよう。